アジアインフラ投資銀行は国際開発金融機関の一つである中華人民共和国が2013年秋に提唱し主導する形で発足した合計の出資比率が50%以上となる10以上の国が国内手続きを得るとしていた設立協定が発行条件を満たし2015年12月25日に発足し2016年1月16日に 開業式典を行った。57カ国を創設メンバーとして発足し、2017年3月23日に加盟国は70カ国、地域となって、アジア開発銀行の67カ国、地域を超えた。2019年7月時点で100カ国、地域が加盟している。一方で、日本、アメリカ合衆国は2019年時点で参加を見送っている。 創設時の資本金は1000億ドルである。アメリカ合衆国と日本が主導するアジア開発銀行ではまかないきれない増大するアジアにおけるインフラストラクチャー整備のための資金ニーズに大体補完的に応えるということを目的として中国が設立を提唱した。中国にはシルクロード経済ベルトとして活性化することを目指す一帯一路構想があり、 この構想を実現するためのインフラ整備の金融支援の役割を英部が担うと期待される。2016年6月に行われた最初の年次総会で決まった第1号案件は単独融資はバングラデシュのみで覚書を交わしていた ADB とはパキスタン、世界銀行とはインドネシア、欧州復興開発銀行とは中央アジアでの協調融資となった。 2016年に決まった融資案件9件のうち3件のみ単独融資だった。2017年に中国向けでは初となる融資を発表した。読売新聞が英部ホームページから集計した投融資実績は上記のように2016年が9件約17億ドル。2017年は15件約25億ドル。2018年が11件約33億ドル。 三年間合計で35件に約75億ドルで年間100億ドルという目標に達していない。英部の広報担当者はすべての案件を持続可能性の観点で選別していると説明している。一方で読売新聞は一帯一路と関連した英部の融資を受けることで中国の影響力下に置かれる借金付け外交を警戒する国が多いことが 投いうし目標未達の背景にある可能性があると分析している。英部は英部協定書によって規定されている。2015年6月29日に署名、調印された。11章、60条で構成されている。英部は以下で構成している。世銀や ADP では理事が本部に常駐しているが、中国側は組織運営の効率化を理由に、 本部を置く北京に理事を常駐させない方針としている。英部の議決権は以下の3つに大別され、中華人民共和国は総数で26%以上を保有する計算となっている。公用語は英語とされているが、すべての文書は中国語、英語、フランス語で作成するとしている。上述の英部協定も参加国語で公表されている。 アジアインフラ投資銀行加入国分布上、教育内の署名国域内の批准国域外の、署名国域外の批准国2015年3月末までに57カ国が英部への参加を表明した。当初、東アジア、東南アジアの国々のみ参加すると憶測されていたが、実際には、イギリス、ドイツ、フランス、イタリア、スペインなど、北ヨーロッパ、東ヨーロッパ、 中央ヨーロッパ、南ヨーロッパ、西ヨーロッパの国々、オーストラリアやニュージーランドなど、オセアニア諸国、北アメリカのカナダなど6大州が参加することになった。東半球から西半球まで、アジア域以外の国々にも参加やインフラ投資の動きを拡大していることに、関して英部行長の金流軍は、英部の英はアジアだけでなく、 アフリカやアメリカの略でもあると発言している。英部の特徴としては、ADB に加盟していなかった、サウジアラビア、イスラエル、イラン、アラブ首長国連邦、カタールなど、中東諸国、ブラジル、アルゼンチン、ベネズエラ、チリ、ペルーなど、ラテンアメリカ諸国、エジプト、スーダン、ケニア、エチオピア、リビアなど、アフリカ諸国、ベラルーシ、ハンガリー、ルーマニア、 セルビアなど、中東欧諸国、ロシアのような新興国が加盟したことが挙げられる。これら有力な新興国と、第三世界の発展途上国への参加拡大の背景として、国際通貨基金や世界銀行といった既存の国際金融機関における経済規模と発言力や環境や人権などで、先進国の評価基準を求める日米主導の ADB への不満などが、 考えられていれる。参加表明国のうち、ロシアは2014年クリミア危機をめぐり、欧米から経済制裁を受けており、中国との関係強化で乗り切り単位行うと見られている。また、西側諸国で最初に加盟申請したイギリスは EU 離脱是非を問う国民投票も近づいてたこともあり、中国との人民元の取引拡大という狙いから参加表明したものと見られている。 規定では世界銀行並びに ADB の構成国が参加資格を有するとされている。一方、A 部と業務内容が一部重複する ADB の筆頭出資国でもあるアメリカと日本はガバナンスがない、出資の透明性に欠ける国際金融機関が融資先に対して課しているのと同様の高い基準の確保に関して疑問があるなどとして参加を見送った。 新世期限切れを間近に控えた2015年3月20日、中国は日本とアメリカ合衆国については新生期限後も参加を待ち続けると表明している。なお、ADB と世銀は英 a 部との協調融資を行うとしている。2016年6月に北京で行われた最初の年次総会ではイラク、ナイジェリア、セネガル、コロンビアなどといった 加盟申請中の24カ国がオブザーバーとして出席した。2017年3月23日には、ベルギー、カナダ、香港、エチオピア、ハンガリー、アイルランド、アルメニア、スーダン、フィジー、東ティモール、ペルー、ベネズエラ、アフガニスタンの加盟申請承認が発表された。これにより加盟国の数は70カ国に達して ADB を上回り、 G7 で日本と米国だけが参加していないことになった。一帯一路国際協力サミットフォーラム開催前日の2017年5月13日にはギリシャ、バーレーン、ボリビア、キプロス、サモア、チリ、ルーマニアの加盟申請が承認された。2017年6月16日に第二回年次総会が韓国のチェジュ島で行われる中、アルゼンチン、マダガスカル、 トンガの加盟申請が承認された。G20 で非加盟国はメキシコと日米だけとなった。2017年12月19日にベラルーシ、クック諸島、バヌアツ、エクアドルが加盟して加盟国は84カ国となった。2018年5月2日、ケニアとパブアニューギニアが加盟した。2018年6月25日に第3回年次総会を インドのムンバイで行い、レバノンが加盟した。2018年12月20日、アルジェリア、リビア、ガーナ、トーゴ、セルビア、モロッコが加盟した。2019年4月22日、コートジボワール、ギニア、チュニジア、ウルグアイが加盟した。2019年7月13日に第4回年次総会を、ルクセンブルクで行い、ジブチ、ベナン、ルワンダが加盟した。 57カ国、中華人民共和国財政部2015年4月15日、発表。当初予定では、資本金は当初500億ドル、最終的には1000億ドルとし、出資の約75%はアジア域内、残り約25%をアジア域外のヨーロッパなどに割り当て、経済規模に応じて個別の出資比率を決めようとしていた。出資比率について、 国内総生産を基準にすると、中国の比率が4割近くに突出するが、中国と対等になりたいインドなどが別基準も織り込む、要要求。中国は他の3カ国に配慮して、出資比率を3割弱に下げるとともに、インドの出資比率が10%台になる、要妥協する一方で、重要議案の可決には、高い比率の賛成が必要になるようにして、 実質的に拒否権を確保した。英部は加盟国の国内総生産に応じて負担額が決まる予定なので仮に日本が参加する場合約30億ドルの財政負担になると日本国政府は試算した。合計の出資比率が50%以上となる10以上の国が国内手続きを終えるとしていた設立協定が発行条件を満たしたことで 2015年12月25日に発足した。また、資金調達のために発行する再建が当初は格付けを取得せずに発行されることになった。後に、世界3、大格付け機関である、ムーディーズ・インベスターズ・サービスとフィッチ・レーティングスと S&P グローバル・レーティングから、セギンや ADB と同じ最上位の格付けを英部は付与された。世界銀行総裁のジム・ヨン・キムは、 アジアの巨大なインフラ需要を指摘し、英部を歓迎する考えを2015年7月に示した。世銀は英部と2016年4月13日に協調融資の実施で合意文書を交わした。ADB 総裁の中尾武彦は2015年4月に北京で中国首相の李克強と面会した裁量機関の連携に意欲を示した。中尾は2015年9月に かつて ADB 副総裁も務めた A 部行長の金龍軍との会談で ADB は A 部に助言する意思があり将来的に A 部が ADB のアジアの開発プロジェクトに共同出資する可能性も検討していくとし2016年5月2日には ADB は A 部と協調融資の実施で覚書を締結した欧州投資銀行と欧州復興開発銀行は 英部との連携を2016年5月に合意した。新開発銀行と協力を促進する覚書を2017年4月に締結した。米州開発銀行は英部と協力を強化する覚書を2017年5月に締結した。イスラム開発銀行は2018年2月に英部と IDB の連携を発表した。アフリカ開発銀行は 英部と協力を強化する覚書を2018年4月に締結した。ありがとうございます。